ミカさん、お前はどうして俺のことを気にかけてくれるんだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。幸せに生きていけるように。